考えてたの？ショックだよね。まさか君の友達が犯人だったなんて。リュウジだって結局見つからないままだし。あう、ごめんね。その、ネバネバネとかい。うん、ごめんね。君が楽しそうにしてる時ってよくエリカに叩かれてるでしょ。だから君は攻撃されちゃう。でもね、ネバネバネとかいも攻撃用の嫌な匂いじゃなくて、リラックス効果のあるいい匂いにしてみたんだよ。そうだよね。これじゃあ逆に落ち込んじゃうよね。ねえ、聞いて。私ね、君たちを見ていて思ったの。ハッカーからね。私、ハッカーデジモン。デジモンなのにハッカーなんて、聞いたことなくてかっこいいでしょ？私、エリカと記憶を共有して、もうそれなりのハッキングだからね。私が、君の友達の代わりに、ヴァンガードを目指そうと思うの。君の友達、言ってたんでしょ？正義のハッカー君の友達は、デジモンに影響されたその夢自体は、とても素敵なことだと思うの。だから、私がヴァンガードになって、いいことをいっぱいするね。そうすれば、君の友達が考えてたことが間違いばっかりじゃないって証明できるもんね。それに、立派なハッカーになれば、もしデジタルワールドに帰れなくても、リュウジが私をハッカーの一員として、風景に入れてくれると思うしね。一石二鳥でいいか。あ、エリカが私たちのことを呼んでるよ。病室に来て。うわ、なんかベタベタしてない？しかも、なんか変。なんでもいいけど、病室汚さないでね。メメタをベタベタにしたら、君のアバターデータの紙パーツ、全部消去するから。いっそ、モザイクとか、パブリックスペースを出歩けない見た目に。大丈夫そうだね。もっと落ち込んでるかと思った。その様子なら、すぐ作戦を。あの人、スウェド明美からもらった論文を、やっと解析できたの。今必要なデータを、端末に落としているところ。終わったらこれから、千歳を助けに行くの。スウェド明美がくれた資料を読んで、千歳に何が起こったのか。千歳はね、イーターに、精神データを飲み込む。これ見て。あのおじさんがまとめた、イータ。読めないんでしょ？わかってるよ。簡単に説明すると、イーターには、データ外部からあらゆる情報を集めて、一つのところに送る。それが、エデン症候群は、情報に変換された人間の精神データが、イーターに奪われることで起こる、エラー現象だった。奪われた精神データは、イーター独自のネットワークを使って、デジタルワールドにいる子は、マザーイーターのところに集められる。この資料には、デジタルワールドに？じゃあ、そこから千歳の精神データを取り返せば、千歳は目を覚ます。あくまで、この論文を信用した上での仮説だけどね。スウェド明美の目的はわからないけど、今は、千歳を取り戻すためには、千歳がいなきゃ、どうにもならないの。私には、お兄ちゃんを説得。エリカ。わかったよ。それにこんな時、いつも
全然。悲しいくらい似てない。それじゃ作戦を始めるよ。まずはマザーイーターへの侵入路。侵入路？出会ったばかりの頃君が言ってたでしょ。エデンのどこかにデジタルワールドとつながっている場所があって、自分はそこから落ちてきたって。その場所はきっとエデンとデジタルワールドに接続のそこを使ってマザーイーターへの侵入。そっか、新しく道を作ることは難しいけど、元からある道を。イーター同士のネットワークを逆にたどってマザーイーターに直接アクセスできるかもしれないってわけ。すごい、その方法も。うん、これは論文には別の方法でマザーイーターへ接触する方法も書いてあったけど、ねえワームも、接続部がどこだったか思い出せる？私がもっと小さかった頃に落ちたから、記憶がぼんやりして大きなぬいぐるみがあった気がする。公園みたいな場所で。そう、そこ。私は、それじゃあ、なんだかワクワクしてきたよ。謎の化け物の巣から仲間を救い出すなんて。千歳、待っててね。ハッカーデジモン、バンガードって何？何でもいいけど、あんまり張り切らせると後で大変だよ。あの子、こっちのせ。ほーらね。じゃあ、あとよろしく。接続部らしきものは見当たらない。確かにこの辺りだと思うんだけど。接続が不安定すぎて可視化されていないだけなのかも。待って。おお、これだよ。私が落っこ、これでよしっと。マザーイーターへのリンクもなんとかつながったみたい。どうやったの、エリカ？スウェドアケミからもらった資料の中に、まあ、バックドアを開けるのと似たやり方かな。この穴を使ってデジタルワールドにも帰れないのかな？イーターネットワークを利用して、無理やりこじ開けてるだけだから、マザーイーターまでの道筋しか確保できていないしね。そっか。でも、この方法を改良すれば。本当？うん、さあ、イーターネットワークに侵入したら、一匹でいいから、イーターを確保して、そいつをハッキングして、私たちを、イーターが送る。そうすれば、マザーイーターに近づいても、攻撃されないはずだから。任せて、エリカ。イーターに囲まれたって、私がハッキングでやる。あんたはここでお留守番。誰かがここを守っていないとだもん。でも、私だって。そうだよね。こんな大役。え？うん。これは、とても危険な任務。もしかしたら、危ないこと。こんな重大な任務は、ワームモンにしか任せられないと思ってたけど。任せて、エリカ。なんせ私は、ハッカーデジモン。未来のヴァンガード。よーし！
し。インターネットワークの中は何が起こるかわからないでしょ。だからこの子は置いていくの。今日のワームもなんだか危なっかしいんだもん。まあ誰かに入り口を見張っていてほしいのは本当だしね。じゃあとはよろしくね。頼りにしてるから。ワームも。じゃなかった。ヴァンガードを。ダブルだよエリカ。早速呼んでくれるなんて。エリカはやっぱりさあ、ハッカーでもデジモンでも。二人とも。大丈夫かな。はすごくどうでもいいことを叫んでた気がするし、残してくるのも心配だったかも。ここがイーターネットワーク。タイミングよく来てくれたね。弱らせて。その隙にハッキングするから。絶対に負けられない。そのくらいでいいよ。これならハッキングで権限が。よし、これで私たちはイーターがマザーイーターへ送る情報に。ね、イーターが敵対心を向けなくなったでしょ。これならマザーイーターにでも全てのイーターをごまかせるとは限らない。襲ってくる奴もいるかもしれないから。あれが人間の精神で、普通の人の精神データってあんな風なんだ。なんでもない。でもあれじゃどれが千歳の精神データだかわからないね。この子を連れてきてよかった。覚えてる？千歳のパートナーデジモンだ。この子に精神データを外に出すための受け皿になってもらおうと思って連れてきたの。千歳の情報を一番知っているのはこの子だから、精神データの居場所もわかるかもしれない。ねえ、力を貸して。私たち。奥、みたいだね。さあ、行こう。うん、あれ？人？驚いた。ここで正常な精神データに会うなんて。ザクソンのユーゴ？いや、それは僕じゃないよ。全く。どういう意味？説明するのは少し、それより君たちはどうやってここに入ってきたんだ？なるほど。イーターを自分たちをイーターが送る情報だと誤認識させて侵入してくるなんて、こんな形でアクセスしてきた人は初めてだよ。いや、そもそもここにアクセスできること自体が稀なんだけどね。君は
どうしてそんなことができるんだい？この方法には相当な演算処理能力が。ああ、そうか。君はエデンと。わかるの？僕も巨大なデータ構造体の一部だからね。自分と似ているものは気配でわかるんだ。と言っても、僕の方は完全に取り込まれてしまっているし、できる。あなたは万人のようなものさ。イーターが取り込んでしまった人間の精神データをここで守ってる。間違ってイーターに消してしまわれないようにね。精神データの万人。それならお願い、千歳のデータを返して。私たちすまない。僕にできるのはここで精神データが消されないように保護することだけなの。第一、体から切り離された精神データを元に戻すなんて不可能だよ。膨大な数の精神データの中から個人を特定することはできない。それに仮に持ち出せたとしても現実世界にある肉体に戻すことは、ひょっとして そうか。彼とそのデジモンとの間に確かなつながりを感じるよ。千歳はデジモンをとても大切にするの。いつもすごく時間をかけてメンテナンスしてたの。なるほど、そういう信頼関係もあるんだね。この子が千歳を連れて帰る。今東京は大規模のデジタルシフトを起こしているの。デジモンが現実世界に現れる今なら、この子を返して千歳の精神を体に戻せるかもしれない。わかった、そこまで言うなら。長くネットワークの中にいたせいで僕の考え方は固くなってきて、君たちが可能性を信じるなら僕にそれを止める権利、危険を犯してまでやってきたんだ。連れて帰るといい。あなたもエデン症候群なの？ああ、そうさ。もうずっと前からね。私たち。いいんだ。僕には、絆となるパートナーデジモン。僕が肉体を持っていた時は、デジモンの存在は知られていなかった。こんなやり方で助けられるのは、おそらく彼だけだ。誰しもに、彼のような固い絆を持ったデジモンがいるわけじゃない。君の、僕は、僕の運命に従うよ。精神データにアクセスしたせいで、異物だと気づかれたみたいだ。僕にはどうしようもできない。
リ君。エリコ？誰？誰って。エリコ。それ、私。虫じゃないよ。しっかりしてよ、エリカ。私は。エリカ！今日はもう帰った方がいいわ。ごめんなさい、容体はまだ何とも言えないのよ。シャットダウンの影響でサーバーとのリンクが切れたのが原因だった話だけど、エリカちゃんの治療は特別だから下手なことはできないのよ。処置にも時間がかかるそうだから、あとは私たちにも。私たちにできることって何もないのかな。やーやスウェド・アケミ。いえ、何を隠そう、彼女の治療の基礎理論を考えたのはこの私でして。エリカの治療方法を。ええ、そうです。と言っても基本的な理論の構築だけで、治療には関与、イレギュラーなアクシデントが発生したと聞いて担当医から呼び出され、こうして参じたわけです。それならエリカの記憶を元に戻す無理に記憶サーバーをシャットダウンしたせいでリンクが切れちゃったみたいなの。私の論文を解読してマザーイーターに直接アクセスを。これは面白い。いや、若者の感性は条件が特殊すぎて難がありますが、マザーイーターとアクセスが、イーターを甘く見すぎていたようですね。イーターを根本から掌握するにはもっと視点を変えて対応せねばなりません。例えばイーターそのものやその一部になるなどして、いや、我ながらこれはいい考えですね。真剣に検討してみるとしましょう。そんなことどうでもいいよ。エリカの記憶を元に戻…いや、もちろん可能ですよ。彼女の記憶サーバーにはバックアップ装置が用意する。たとえリンクが切れようとも、その装置によりシャットダウン直前までの記憶は保護されているわけです。起動時にリンクをつなぎ直すプログラムも。しかしすぐ外部からサーバーにアクセスするには専門の技術者を集めて慎重に。そんな、私たち一刻も早く友人。そういうことでしたよ。別のあなたたちがエデンから直接サーバに侵入してバックアップを起動するの。直接？基本的には記憶サーバには所有者であるエリカさんしか侵入が許されませんが、あなたワームモンさんでエリカさんと記憶の共有をしているそうです、ね、しかも記憶ということは、私がエリカの記憶のパッ、あなたがいればおそらく本人同様サーバーにアクセス。記憶が同じ記憶を拒むとは思えません。じゃあ私たちがサーバーに侵入して、どれだけ時間を短縮できるかを。それでもやらなくちゃ。ねえ、では記憶サーバーの基礎論文をあなた方に差し上げましょう。中に侵入。ありがとう。いえ、そんな大したものではありません。私が書いた論文はあくまでも彼女の病気を根治する方法は、残念ながらこの世界のと。私個人の意見を言わせていただければ、彼女の記憶を元に戻す。どういうこと？
それもなんかの縁です。あのこの世界もうすぐ変わる。この世界を襲っているこの怪現象は私たちの世界と隣り合う別世界。そのおかげで世界は大気、あなたたちが何もしなくてももうすぐ世界から悲しみはなくなる。私がとさせれば、この三島エリカさんを苦しめる。なあ、世界を書き換えた結果どのような作用が起こるのか。簡単に言うならば、これからすること全てがなかったことに。その時はもうすぐです。世界そのものが変わるならば、彼女に辛い記憶を再び植え付け込む。眠らせておきます。私も私の中にはエリカの記憶が残ってる。このまま眠っていたくない。自分の手でミュージにフーディを返してあげたと。今していることが全て無駄になっても、そうなればエリカはきっとそう言うよ。そうですか。いいね。よろしい。私は人の援護を否定しません。そこまでの覚悟がある。お行きましょう。さあ、彼女のことは、あ、すべてが無駄になると知りながら走りますか。しかしあれもまた人、はあ、では私も行くとしましょう。私の望み、マニュアルによれば、あそこの端末にアクセスすれば、スウェドアゲミにはああ言ったけど、エリカ本当に記憶を取り、最近はエリカの記憶と自分の記憶がごっちゃになって、どっちがどっちだかよくわからない。うん、そうだよね。行こう。サーバの中の様子は私にもよくわからないの。用心を怠らない。誰、私、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 誰、私
え？エデンや現実世界でもあれを見たって？どういうこと？私たちは彼の記憶のデータが閲覧可能になった。これは多分あれとに、ユーの場合は彼を操っていたデジモンが疑似的に作った記憶だったわけだけど、エリカのこれは神代の技術者が意図して作った仮想 AI だと思う。スエドをアケミからもらってエリカは記憶をサーバから引き出すとき、通常の記憶と同じように本来はそれを利用する際に、そのせいで正確に情報を引き出せず、つまり記憶を正しく機能させるには人間が精神と呼ぶものの構造およびその活動がメカニズムとして、その問題を解決させているのがこの仮想 AI。 このサーバではエリカ自身の思考を模した AI を、分かってないでしょ。ともかくあれはエリカの記憶を正常に管理するための、なんで君がそんなものを現実世界で見たのかは、これもデジタルシフトの影響なのかもしれない。ともかく先へ進み、今はエリカの記憶を取り戻すのが先決だよ。バックアップ記憶がある場所を、デジタルワールドにはデータの粒子が流れる川があって、あらゆる空にはフレームで構成された空があるんでしょ。それ本当に本当の話？私が何も知らないからって嘘なんてつかないでしょ。全部本当でしょ。私はそこでつ、それならもう少し具体的に話してよ。いいですよ。じゃあどこから話しますか？あれ、終わっちゃったね。閲覧制限がかかっていたの。あ、ダメだよ。そこから先へ。閲覧禁止のデータが収納されてるってことは、この先の記憶は、だから見ちゃダメ。私だってエリカと記憶を共有してるけど、閲覧禁止は見ちゃダメ。なんで？確かエリカは女の子で、とにかく見ちゃダメって言われたよ。誰にだって見られたくない。思
もし無理やり見ようとするなら私。そっか、分かって、それじゃあエリカのところに戻ろう。でも私とデジタルワールドのことを話した時の記憶、どうして人に知られたくないんだろう。エリカ、私のワームも。よかった、記憶が戻った。ありがとう、二人の。ねえ、ちょっと、そうだった。エリカのことで、手に早く千歳のところにデジモンを連れて行こう。千歳…ねえ、あなた、エリカちゃんのご家族、お兄さんだけだったわよね。そう、できれば早く連絡を取り、エリカちゃんの病状ね、あまりよくない。連絡先が分かったら教えてちょうだいね。俺がアンダーゼロでエデン症候群になって、リュウジが謎のデジモンを操って、しかもキシベリエのなんたら計画のせいで、挙句フェイを狙ってフーディへぶっ壊したとかそんなん普通信じられねえって。嘘じゃないの。千歳の顔見て安心したみたい。すぐ眠っちゃった。お前、ワームモンか。お嬢がクーロンで拾った現実世界にデジモンがって、マジなのかよ。そうだよ千歳、リュウジのこともデジモンのことも。なんだよそれ。マリー、そんな大変な時にそばにいられない。エリカが千歳ならリュウジを止められるって言ったの。だから私たちじゃリュウジを止められない。でも千歳の声ならリュウ…よせよ、そりゃもなんだ。アンダーゼルでリュウジを説得できなかった俺の声だ。そんな弱気なこと言わないでよ。もう千歳だけが頼りで。ほんまに、お前は、お医者はんが奇跡だって騒いではりましたね。エデン症候群が治ったんは、アンさんが初めて。ユウコはんも喜びますわ。アンさんが一体どんな手を。リュウジがしたこと、こいつから聞いたぜ。あんたがお嬢を守ってくれ迷惑かけ。アンさんだって、わっちらの不始末のせいで、一度死んだようなもんや。
あんたの口からそんな言葉を聞くのは心配。それより片付けなきゃならん問題が相変わらず都内のあちこちで暴れ回っているって連絡が入ったね。うちのハッカーたちじゃあの男は手に負えない。あの男のことはアンさんに解決してもらうしかないわ。アンさんが行くしかないやろな。そいつはまだ動き回れる状態やない。私も行くよ。千歳が動けるようになるまで。すまない、友情。あいつずっとああやって走り回ってくれてたのか。弟分やないの。兄貴分がしっかりせな。本当だな。こりゃのんびり寝てる場合じゃねえな。開始だ。